始まった。うん。これさ、あ、そうだね。違う人のアカウントで。ん？これ違う人のアカウントでしょ、今。ええ、私。うん。始まった？あ、うん、動いてる。どうですか？みんな大丈夫？ごめん。みんな戻ってきてください。さっきの消す。そうだね。もうマミはひたすらポップコーンを食べ続けてるけど。すいません、動いてますか？すいません、本当に。よかった。バタバタした。見れてます。見れた。すいません、本当に。ちょっと周りの携帯の Wi-Fi とか切ってみました。その問題かもしれないですね。絶対そうだよ。Wi-Fi 使いすぎてたんじゃない？来た来た。あ、アシュさん。アシュさん、今日はマミーの方だって、マミーメイクを。マミーメイクをしたの。してもらいました。YouTube で撮ったから。ぜひ見てください。めっちゃポップコーン美味しい。美味しいよね。マミーメイクです。うん。なんか前回もライブ中に YouTube どういうのアップしてほしいって聞いたら、そう、なんか、アシューさんにマミーのメイクしてほしいって。そうなんですよ。すごい、すごいみんな言ってくれたから、うん、してもらいました。で、あげた。今日は眠くないですかって。うん、大丈夫、今お腹空いてる。眠いっていうより。ポップコーン。もう今あのパソコンを接続してる間だけでもう半分食べた。私の早食いを発揮して。アジュさんギャルだって。ギャルでしょ。マミがメイクしたからか。多分眉毛がギャルっぽいのかな。マミがメイクしたからだよ。そっか。マミのメイクギャルメイクだもん。え、これを電子レンジでチンしてできるんですか。うん、あ、これね。コストコの。へえー。コストコの今ポテトじゃないんだっけ、ポップコーン食べてる。私も明日黒のパーカー着ようだって。黒のパーカー、あ、これですか、これ黒じゃないんですよ。これ何色だろう。グレーです。これは私のワンちゃんです。アシューさん宝塚にいそう。そう、うん、宝塚にいそう。マシューさん髪染めました。マミの、そう、カークランドのポップコーン。社長密着また見たいです。あ、上がりますよ。うん、もうすぐ完成。完成してるか、ほとんど完成してるか。まあ、ポップコーン困んない。カークランドって言うんだ、これカークランド。そう、カークランドのポップコーンです。ワンちゃん可愛いって、よかったね。今日はマミは何飲んでるんですか。今日もいつもと同じやつですか。うん、今日は焼酎。ごめん。作りますか。大丈夫だよ。作りに行くから。ほんか。あれがありますもんね。待って。なんだ。え、アンジュさんとアジュさん姉妹みたいな。絶対そんなことありえない。ああ。今日のムズパッケージをしてほしい。本当じゃないよな。わかる。の場合は止まんない。アンジュもポップコーン食べるのなんか嬉しいって。なんでポップコーンなんて超ヘルシーフードじゃん。まあ、トウモロコシだわ。塩だけだったらヘルシーですよね。だって、私のトレーナーさんが、ポップコーンは塩味だったらゼロカロリーって言ってた。うん。でもそんなにポップコーンってバクバク食べれないけどな。え？こんぐらいの袋でずっと食べてられる。じゃあ食べれないよ。喉乾くもん。だからお酒飲むじゃん。そっか。ビールとか。明日パンパンだね。ビールね、ビールね。合いますね。でもさ、そんなにしょっぱくなくない？カークランドのやつ。え、これでマミ味付けしたんですよね。ちょっとだけね、塩足してるけど。すごいちょうどいい。おいしい。お酒飲んでる。飲んでます。飲んでます。キャラメル味は食べるって書いてある。食べない。もう、ポップコーンは絶対塩味。バターもいらない。だからお酒飲むんじゃんって笑ってる人。マミの発言。マシューさんとマミの髪の色は何色ですか？かわいい。マミの色いいですよね。うん？その色。本当？こんな綺麗に入るのが本当に羨ましい。
綺麗ですよね、この髪の毛の色。うわぁ。やばいやばいやばい。私の髪の毛の色なんて言うんだろうな。ハイトーンベージュみたいな。だからお酒飲むわ、パワーワードとか。カラコン入れてないです。ハイボールはね、こっちの人が好きだよ。ハイボール好きですか？私、ハイボール好きです。私はハイボール飲めない。今来ました。今始まったばっかりです。まだ5分です、始まって。ちょっとすいません。いろいろ。クリームグラム試してくれてるの。ありがとう。どうですか？どうですか？社長、おむつきパッケージ出してください。本当だよね。アンジェさん、お誕生日おめでとうって書いてありますよ。アンジェが10来、キャメポッコーンだって。No!I don't. So, すごくさっぱりしてて鎮静作用があってありがたいです、クリームグラム。ありがとうございます。なんかすごいわかりやすい分ですね。やばい、すんごいスピードで食べ続けてて。だめ、喉乾いた。もう一袋作っちゃいそう。作っても私食べれないですよ。私、明日仕事なの。むくんじゃう。ポップコーンみたいになっちゃう。ポップコーンみたいに明日なって仕事が何言ってんの？分かんないけど。ポップコーンの顔で仕事しちゃうの明日。ポップ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 って。子供の洋服？基本的には H&M とかザラとかが多いかな。あとは、六本木ヒルズのさ、あの子供服売り場のところにあるコーナーも行く。あのブランドの名前がわかんない。どこですか？六本木ヒルズの。でも六本木ヒルズの子供服売り場はそこしかないと思うから。香りがちょうどいいって。おいしい。香り超いいでしょ？クリームグラム。あれワンちゃん増えた。あ、このコーギーは私のワンちゃんです。そう。ラシューのワンちゃん。アンジェリカさんの一日美容で、あ、いいとこ、いい質問ですね。一日美容で密着上がります。まあ、一日でもないですけどね。インスタでやってほしかったな、だって。本当？同時進行でインスタでやればいいんじゃないか。やだ。怖く。アンジェリカちゃんもこの時間に食べるんだ。確かに今もう10時か。違うんだよ。いろんなことやってたの逃したんだよね。そうなんです。なぜこの約1時間ぐらい遅れたかっていうと、そもそもこのインスタ、YouTube ライブ始める前に、YouTube を撮影してて、まあ私がこうマミーメイクをしてもらうっていう撮影をしてて、その時点でもう9時過ぎてて、で終わって始めようかって言ったら、ちょっと私のパソコンが調子悪くて繋がらなくて、で繋がったはいいけど止まってみたいな繰り返し、今です。まだ始まって8分ですよ。そんな感じです。あ、うまい。焼酎おいしいよ。アイシスさん、髪色変えました。グリューワインは飲みますかって。何ですか、グリューワイン。グリューワインって何なのか。アサミン化粧、ありがとうございます。アサミンって呼ばれてるの？あの、千秋さん。千秋さんですよね、これ。アサミンって言ってくれるのは千秋さん。ワンちゃん可愛すぎ、ライブ最高。ポップコーンどうやって作りましたか？ポップコーンのおすすめの作り方は私が伝授してよろしいでしょうか。来た来た来た。バター代わりに何の油使いましたかって言って。何の話してんの？全然違うから、コストコのカークランドのこのポップコーンだから、私のおすすめ。これ、ちなみに開けて、チンするんだけど、ここに記載されてるのはなんか多分4分とか結構長いわけ。でも、600ワットで3分20秒。これが一番美味しいから。で、袋がパンパンになるんだけど、その袋開けたら、ちょっとだけ塩を足すの。ほんとちょっとだけ、一つまみぐらいお塩を足して、中でシャカ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 って振ってから食べると、え、これはチンするんですか？そうだよ、ビニールを破ってね。すごい。
私一重なんですが、一重の方をメイクした動画も見たいです。メイク動画撮ったよ、さっき。一重の方を。そっか、一重じゃないもんね。うん、ちょっとこっちがあれだけど。マミーはどこ？マミーはちょっと今、お酒を作りに行ってたんですよ。どこで買えますか？うん、これ？そこ？インターネットで買える。インターネットって言わないね。オンライン？うん、オンラインね。ネットで買える？うん。うん。ステシャス。一重の方のメイク、確かにアンジュさんがメイクする動画とか絶対楽しい。一重の人か。マミー、ジーパンのサイズは 25? 話噛み合ってなかったよ。25とか 26?26?25? ぐらい。Do you? あ、もうダメ。Speaking English Japanese の、なんて言うの ?Prefer to speak. Come to Jakarta? 違う違う、こっちこっち。何どこ、何て読むんだろう、うん、どっちが多分得意かじゃない、うん、全然私日本語です。だからやばいね、こんなさガングリしてるとこばっか取られてて。何何、あ、ちょっと綺麗な私のパーカー、これはちょっと GU かユニクロです。ユニクロです。ポップコーン派に詰まった後25、うん、でも25とか26とかだった気がする。今上げようとしました？うん、してないよ全く。上げたら怒るんだもん。コストコのポップコーン美味しいですよね。今日は皆さんお酒飲んでるんですか？何してたんですかね。起きてるんですかこの時間は皆さん。マミはいつもこの時間寝てますね。私全然寝てる。この時間にポップコーン食べたりお酒飲むことないよ。うん、みんなと一緒に今いるから。うん、頑張ってんだよママ。ママ頑張ってる。何してるんですか皆さんは。飲んでます飲んでます。すごいじゃん、みんな飲んでんだね。そっか、前回ライブ配信した時はワインでしたよね。私は日本酒。ああ、そうだ。待ち時間中にベロベロです。ハイボール飲んでます。あ、しゅうちゃん。ビール派。私、ビール派なんですか？ビール好きだよね。でも、ビール好きですね。筋トレです。だって、マミ、この時間帯に筋トレですか？素晴らしいね。私たちも全部からやろうか。みんなで。今からみんなで筋トレします？のスリッパか、これ。え、なになになに？これボロボロが取れない。この間も、そうだ、この間もそれ言われた気がする。100円ね。ごめんなさい、お布団の中でイヤホンして子供が寝れる隣で見てます。ゴロゴロです。記憶をなくすことありますか？ない。私ないですね。マミもないって言ってます。あら、ん、ふーちゃん何？そうそう、車のおもちゃで遊んでる。ちょっと噛んでたら言ってください。噛んでるよ。噛んでる？顔。ふいちゃん。ふいちゃん、ここで。そう。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。アシューさん、お酒弱かったですよね、だって。ん、なんか？アシューさん、お酒弱かったですよね。強くないですよ、私は。うん。どちらかというと。アシューさん、BTS 踊ってたって。踊って早く。いや、わかんないわかんない。私、BTS なんてわかんないですよ。てん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 。なんで？早く。てんてん。いや、本当にやだ、だめだめ。わかんないから。わかんないことはしたくないの。恥ずかしいから。大丈夫だよ。みんな友達だよ。本当にわかんないって。アッシュさん、ダンス見たいです。だって。あ、それ今読んだんですか？うん。ワンちゃん。クリスマスの料理は今年どうしようかな。でも今日か、今年のクリスマスはお母さんのところに行くから。何作ろうかな。でもなんか、お肉の煮込みとか。本当にマミーのお母さんのご飯は。美味しいよね。本当に美味しい。
ん、ポップコーン以外だと、え、食べます？いらない？何を？お刺身いらないですか？今この時間からお刺身食べるの？やめて、明日絶対むくむから。アイス食べてるよ。食べようかな。ポップコーン爆食いするのにそんなむくむとか考えるんですか？ポップコーンはだってもうゼロカロリーだから。だ今だ筋トレするんですよね。寝てる間に筋トレしてるから。ああ、そういう感じ。基礎代謝がね。うん。SUS のコップですかって。わかんない。年末年始、でもまあ家族とゆっくり過ごすかな。早く BTS 踊ってよ。え、どういう踊りだっけ。見ればいいじゃん、ネットで。見ればいいのか。本当にわかんないから私。BTS。BTS。早起きしようと思って寝てるんですけど、早起きできない。私はね、起きちゃうの。どんだけ遅く寝ても、もう6時とか5時半とかに目が覚めるの。もう嫌なの。寝たいの。もうちょっと。BTS ダンス。うん。出産は無痛でしたよ。私は。ただ、陣痛をなんかこう、ね、まあ経験したかったって言ったら変な言い方だけど。そう。だから、生まれる2時間前ぐらいに、なんか、マックスで打つんじゃなくて、ちょっと弱めに打ってもらった。なんかその方がこう、押しやすいというか、力も入りやすいし、出しやすかったから、出しやすい気がしたから。ね、二度寝とかあんまできないんだよね。わかんないよ、これ。じゃんじゃんじゃがじゃん。じゃん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 。あ、こうなんだ。やって。早く。みんな待ってるから。いや、無理だ、無理だ。無理です、無理です。無理です。ちょっとそれは練習してからやりますね。意外とちょっと分かんなかった、本当に。学校に行きたくないって言ってる子供がいるの？あ、そうそう。行きたくないって言ってるのは行かせなくていいんじゃないかなとか言ってる。ねえ。まあでも何かしら理由があるんだろうね。本人は多分言いたくないんだろうけど。なんかあんまりそんな無理して行かせる必要もないんじゃないかなって思っちゃう。うん。私はね。本人が納得いくまで落とし込んだ方がいいんじゃないかなと思う。落とし込む。小学校5年生だけど。すごい。うん、アイトメイクは、渋谷の森クリニックか、表参道メディカルクリニックがおすすめです。マミーのヌードルの食べ方好きだって。へぇ。マミーでも何でも美味しそうに食べるから、なんか、見てて私お腹空くんですよね。私が食べてると？そう、いつも。嬉しい。で私いつも買ってこなかったりしてるけど、うん、マミが食べてるの見てお腹空いたっていうこと多くない？本当だよね。いつも食料奪われる。奪んでないから。うん。リングイオン。どう？このメイク。毛がついた。育児で寝不足になったこと。まあ最初の時ちょこっとだけ。ね。やべ、ポップコーン食べたくなってきちゃったって。でしょ？見た。あんなにあったポップコーンがもうないの。な、私正直夜ご飯5時ぐらいに食べたからね。うん、確かに。お腹空いてんの。お刺身？明日でも食べれますかね？毛が。食べれるんじゃない？こいちゃんの毛が口紅についてる。うん。美容室は毎月行くって。行きたい。昔は行ってた。むしろ昔週2ぐらいで行ってた。これ目の前で食べちゃうのこれ。子供がいて、子供ができてから少なくなったね。やっぱりタイミングとかが合わなくて。最近のおすすめのオーガニックありますか？なんだ、どういうこと最近のおすすめのオーガニックって。質問が。
オーガニック、オーガニック例えば商品とか、なんか、食料とか、食料、食品とかじゃないですか。なんだろう。キッチンで見てみましょう。なんだろう。オーガニックは全然関係ないけど、私はずっと使ってるお味噌があって、富山の田舎味噌っていう、富山県のお味噌なんだけど、本当に美味しい。これは全国の人に使っていただいて。いつも私が飲んでるお味噌汁。お味噌汁の。ああ、もうじゃあ美味しいやつだ、あれ。めっちゃくちゃ美味しいお味噌なの。富山のお味噌。本当に美味しい。この時間にラーメン食べたい役が、もうぜひつなぎ。つなぎ美味しかったですよね。ラーメン。つなぎ美味しかった。また行くよ、激辛。本当に。皆さん、本当に辛くなかったからびっくりした。いや、本当に辛いんですって、あれ。全然ごめん、むしろ甘かったから。言ってましたね。だから次は、5辛の豆乳の担々の5辛で、うん、それがもし平気だったら、そのアンジェリカスペシャルずっと作らせてくださいっていう店主からのリクエストなので、うん、あと2回行くかもしれないですね、もしかしたら。全然もう来週にでも行きたい。つなぎ。食べたい。美味しかった。本当に美味しかった。マミーのスニーカーおすすめありますか？ナイキが一番いいじゃん。ニューバランスと、うん、ニューバランスとナイキが可愛いと思います。いつから辛いの食べれるようになったの？いや、気づいたらなんかもうすでに唐辛子の、唐辛子じゃない、タバスコを一瓶持って歩いてる女だった。やばすぎる。シミ取りはね、シミ取りだけがっつりっていうのはしたことないけど、なんかフォトフェイシャルとか、このシミに効くのはちょこちょこやってる。え、なんかほんと自分の写ってる顔がなんか違和感しかない。あ、カップ焼きそばのあのでっかいやつ。いや、聞いて、あれ言い訳をするわけじゃないんだけど、前の日の夜にタイ料理をすっごい食べたの。あ、で次の日の朝10時から食べたのね。で、あんまりそんなにお腹が空いてなかったので、あれ本当に私がペコペコの一番テンションぶち上げの時に食べたら、うん、全部は無理だけど7はいった。前回あれ5割だから半分までしか食べなかったの。でも絶対全部は無理だと思う、うんうん、7はいけるって7はいける言ってましたよね、うん、そう、私もその7はいけるだろうなって思ってた、うん。飲んで顔赤くなったりしますか？マミって赤くなんないですよね。全く。私はすぐ顔に出るけど。エサの子供が夜中5回以上ギャン泣きしておきます。母ヘトヘトです。ヘトヘトになるよね。まあでも今だけだしね。なんかやってるよ、一人で。でも疲れるよね。5回も泣かれたら。アンジェリカさん、今日は眠くなさそうだねって。私は、もう5回泣かれたら、5回中多分2回はほっとくね、1回。うん。やばい、もうほんとポップコーン食べすぎて。え、もう一回作ればいいじゃないですか。絶対やだ。ええー。あの量全部食べちゃうもん、たまに私また。超大食いなの、私。どうしたらいい、みんな。助けて。イルミネーション見に行ってないの、行きたい、うん、行かなきゃね。イルミネーション見に行ってみたってやってみます。え、普通にマジイルミネーションマジで見に行きたい。どこがおすすめですか、皆さん的には。って皆さんに聞いたんだけど。え、皆さんの中に私も入ってないの。ああ、そっか。どこがおすすめですか。マミーは、うん、なんかさ、六本木ヒルズの目利き通りだっけ、あそこもいいんだけど、私逆にあの赤坂の ANA コンチのあそこの隣のとことか行ってみたい。通り過ぎたことあるんだけど、ゆっくり歩いたことないから。どこだろう、あっち行ってみたい。ハウステンボスだって。あー、有名ですね。行ってみたい。ポップコーンにタバスコが美味しいよ、だって。ほんとね。でポップコーン作んなくていいから、もう今何時だと思ってるの。こんな時間に私に 食品を与えないで。イルミネーションね、長らく行ってないですね。読売ランド。あ、読売ランドのイルミネーションは、行ったことあります。
3年ぐらい前に。すごいいいですよね。ハウステンボスと、あ、東京ドイツ村。東京ドイツ村って東京ってついてるけど、千葉だ、で、だ、ですっけ。ていうかもう今日本当に60キロ運転したわけ。てか全部で120キロ。確かに。体ごちごちよ、ごちごち。なんすか、なんですか、なんか、お母さん、お母さん。何のことかもう言わないけど。ありがとうございます。お疲れ様です。僕は大丈夫ですか？もう種しか残ってないからね。種、カラカラ。大丈夫ですか？なんか今、取りに行くのもなんかないですか？手とか残ってないですか？いやもう足、あ、足、足も途中で釣るかと思ったからね。遠すぎて。そこにいるから大丈夫。やってくれるから。焼酎はね、私お水で割ってるんですけど、ほぼほぼロックですね。ロックが一番好きです。つまみなくても飲めますか？私飲めないですね。私も基本的に何かしらはあってほしい。でも、お刺身食べなよ。今日の方が美味しいよ、多分。やっぱり。食べな。私は絶対いらないから。いや、絶対にね、横にあったら、ちょっと一枚。もう本当に私、明日仕事だから、ダメ。ポップコーンはゼロカロリーだってこう脳みそが信じてるから絶対にポップコーンは平気なんだけど、他の食べ物に関しては脳みそがそれを理解できてないからダメ。ビーフもあるよ。ビーフも明日あなたの朝ごはんでしょ。それ朝からビーフン食べるの？いや朝からこの人ビーフン食べるから本当に食べないよ。昼に食べる。あ、そうなの？朝ごはんじゃないの？朝は多分食べない日だったの。うちやないで。そっか。ギャン泣きで放っといたこともあるけど、1時間ぐらいな。そっか。じゃあダメだね。まあ、抱っこが好きなのかな、もしかしたら。まあ、でも今だけだしね。どんどん良くなっていくよ。わあ、美味しそう。良くなっていく。姿なんてさ、毎日楽にすると思ってるわけ、私は。日に日に。大丈夫だよ。亜種住み込みとかって、亜種は、今日は、まあ、この YouTube ライブをするっていうのもあって、そう。今日は泊まり。だからね、往復ね。見て。お、今、お刺身食べます。すごくない？この時間にお刺身食べるんだって。あ、すごい、そっち。コメントして。どこ行ってたんですか？あ、お刺身持ってきてました。あ、私のことですか？私も朝から何でもいけるよ。でもお客様。何？そうだね。小木郎くんが。そう、アイシューはでも割となんか朝から普通にカレーとか食べるイメージ。まあ食べれれば。だって今日もさ、朝のお迎え行った、迎えに行った時さ、みんなほら、私、なんか、アシューさんマネージャーですかとか言ってるけど、私、今日120キロかけて、迎えに行ってますから、彼女のこと。運転手してますから、私が。120キロでもどこに住んでかバレちゃうそうだ、ね。本当に。往復ですよ。往復ね。そう、まあ、そんなこと置いといて、全然、今日も朝会った時に、朝ごはん食べたって一応心配したわけ。私もお腹すきすぎて、コンビニでお稲荷さんを買ったんだけどさ、うん、私お腹すいてないって言ったら心配したら、うん、大丈夫です。野菜炒め食べてきました。朝から野菜炒め食ってきましたつって。もう気合入ってたから、もう。いや、問題ないでしょ。食べれないかなって、時間的に。まあ、バタバタするかなと思ったから。そう、食べてきた。うん、アンジェリカ様に頑張れと言われたら頑張れそうです。あ、もう今日からも頑張ります。何をよ。あ、子供のね、アシューさんのメイク知りたいです。これさっき YouTube で撮ったので流れます、うん、全部撮ったから。これでも本当にこのライブを始めなきゃいけない、みんなと約束の時間があったから。ただ今日王子が全然寝てくれなくて、うん、8時半ぐらいにやっと寝たんだよね、うん、でも遠隔でさ、私寝かせに行ってたからアシューにやばいとか言って、もう王子が全然出ない、もうもしかしたらメイク動画撮れないかもとか言って、じゃあライブをじゃあ15分遅らせるって、もうストーリー載せるから40分間で撮ろうって言って、
もうバーってもうダッシュでメイクしてる、ダッシュメイク、ダッシュメイクが流れます。ダッシュメイクオン小声みたいな。そう、しかもあの寝てるから超小声のすんごい謎の不思議なメイク動画が流れます、はい、これから来週ぐらいに楽しみにしてください。そうなの、わさびつけないの？混ぜた。ああとか。ああとか。ニキビ対策ありますか？ん？ニキビ対策ありますか？クリームグラムぜひ使ってみてください。ニキビ、あの鎮静作用があるんで、ニキビの人とか赤みが出やすい方とか、まあそれこそじゃあ例えば乾燥でマスクで肌荒れしてここら辺こうちょっと赤くなりやすい人とか、すごくおすすめ、鎮静効果があるので。これは何でしょうか一体。ブリかな。今日ブリ食べ過ぎだな私。あ、そうだね。そうだよ、だってこの人は私が夜子供たちに作ったブリテリも食べてね。ブリテリと卵焼きと。うん。あとパスタもブリ入ってたかもしれない。あ、パスタもブリ入ってた。ブリとなんとかネギとカラスミ。カラスミのパスタ。うん。よくさ、でもさ、パス、でも私ってさ、確かにさ、すごいちょこ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 ずっと食べてるけどさ、食べてるものがさ、人参とかさ、さっきもずっと食べてた。野菜スティックとかさ、当たり目とかさ、意外とカロリー低いじゃん。うん、まあ今もポップコーンとか、アジとか割とさ、パスタ。ブリとあの米とかなのによくそんなお腹ペッタンコで入れるよね。そっちの方が不思議だよ。そっちの体の方が。確かに。うん。私はなんか割とこう、ちょこちょこ食いなんだよ、ずっと。うん、ちょこちょこいっぱい、もうなんか2時間おきとか、ね、2時間おきとか1時間おきとかにお腹が空いちゃうんだけど、なんかがっつり食べるのが1回で好きじゃなくて、なんかちょこっとずついっぱい食べたいのとか言って、さっきポップコーンガン食いしてたけど、全然説得力ないんだけどさ、そうなんか、そうなのよ、ちょっとこう、分かる、野菜スティックをちょこっと食べて、その後にまたなんか違うものをなんかつまんでみたいな。娘さんが9ヶ月内離乳食が3回食になりました。レパートリーに困る。レパートリー超困るよね。社長の食いつきのいい、あ、全然平気だよ。社長の食いつきのいいレシピ。なんだろう。しらす？はは、そうだね。なんだろうな。でも本当にね、納豆が好きだから、もう、納豆としらすのチャーハンがすんごい食べる。へえ、美味しそう。納豆しらすチャーハンはよく作ってあげる。あともうなんか一気に混ぜ込めるから、あとブロッコリーが大好きだから、上の子も下の子も。本当にそうですよね。ブロッコリーは一房でいいんだよな。一株なのかな。一株？株っぽくないですか？一房と違うか。一株っぽくないですか？一ブロック買って、うん、もう全然もう2日でなくなっちゃうぐらい、あの子供たちだけでね。私はもう下、あの下の方の芯だけ食べるけど捨てたくないから。今日もだってブリテリの横にいっぱいなんか森がいた。ブリテリの周りに森がいたから。そう、私ブロッコリー苦手だからびっくりした。でもそうだね、なんか、うん、社長のなんか笑顔になってんなと思うのは、もう納豆しらす卵チャーハンはなんかすんごい爆食いする。お刺身美味しいです。ダンスで消費してるんですか？だってダンス今全然踊ってないので分かんない。別に普段が食べないからかもしれないですね。ナミといる時は結構食べれる。うん、そうだね、うん、激辛の動画大好きです。嬉しい。みんなも早く激辛一緒に食べに行こう。行きたいですね。行こうよ、激辛ツアー。ツアー、アンジェリカと巡る激辛ツアー。バスツアーします。マミー運転で。やだ、お酒飲めないじゃん。あ、そうか。しかも大型持ってないし、バスツアー使っては。あれしかできない。アルファードとかしか出てきない。うん。6人で。うん、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 マグロ？何？マグロ美味しい。いや、美味しいね、あそこのスーパーのマグロは。うん、うん、うん。美味しい、めっちゃ美味しい、このマグロ。そうだよ。
五から何？計五からっていうこと。あれじゃないですか。だからつなぎ？つなぎのことかな。月間の動画大好きです。五からね、次ね。ハイボール濃いめが好きですか。私もハイボール飲まないから。ハイボール濃いめ、まあ普通めが一番ですね。別に。でも基本なんかお酒は割りたくない。え？入ってないのも。大丈夫ですか？作りに行こうかなと思ってたんだけど、みんなと喋ってるし。うん、じゃあ今日ね、120キロ。大丈夫。はい、どうぞ行きましょう。どうぞ。毎日お酒は飲んでるんですか？私はでも基本的に軽い晩酌みたいな感じで。軽い晩酌？晩酌でも晩酌でもないよね。もう キッチンで子供たちのご飯作ってる時に夕方少し飲んで、あともう子供たちのご飯あげたりお風呂入れたりするんでバタバタするから、もうその辺とかも一切飲んでなくて、その後なんかこう例えば時間とか自分が眠くなくて、うん、起きてたらなんかネットフリックスとか見ながら、あと、まあ、王子もちょっと調子よく寝てくれて早く、うん、なんかじゃあ7時半とか8時とか寝て、10時ぐらいの2時間とかにネットフリックスとか見ながらちょっと飲んでとかはする。うんうん、うん、でもマミのいつもネットフリックスの見方が独特だなって思うんですよ。私なんで何回か巻き戻るじゃないですか。そうなの、多動症だからね、うん、一緒に見れられないんだから。私は見れないと思う。見たよって思うとみんな見れないと思う。毎回飛ぶの。そう、なんかなんだろうね。だからネットフリックスとか見てて、トイレとか行ったトイレのそのストロークの間にやりたいことが見つかっちゃうんだよね、他に。なんかでもトイレ行く前にまた止めればいいじゃないですか。で、まあ、そうなんだけど、でトイレ行ってすぐ帰ってくるつもりでいるから、こっちの元々の気持ちは。なんだけど、そのトイレに行って、トイレにたどり、そもそもトイレにたどり着くまでに気になることがいっぱいあるのよ。まず階段、階段にちょっと掃除機かけたいなとか、うん、なんかそこの写真立てがずれてるなとか、うん、どんどん気になっていって、行くと、そもそもトイレするのとかも忘れるからね。うん、いや、本当にそうですね。あれ、私トイレ行くんじゃなかったっけな、うん、何しに来たんだろうみたいな。で、トイレ行って、トイレし終わって、うん、まあ、手洗いに洗面台とか行った時に、また洗面台とか気になってきちゃって。あ、洗濯物やりたい。そうだ、洗濯物やりたいとか。そうそうそう。気づいたら、だいぶ動画が進んでて、うん、戻った頃にはもう巻き戻してみたいな。そう、毎回そうなんですよ。あ、皆さんのメイク触れていただいてますけど、あれですよ、メイクは YouTube で上がるので。そうなの。楽しみにしてください。だから見てあげてよ。マミーにメイクをしてもらったので、今日は。そうだよ。マミーメイク。てかもう、だから今回は。声かぶり飛んできた。アシューに合うメイクとかじゃないの、もう。そうなんですよ。みんなのリクエスト通り、アシューにマミーメイクをしてみたって、そのまま。だからもう、アシューに似合うかどうか知らないよって言って。これ、私の10-0。あ、たそのまんま、もう。10-0。私のメイクをここに載せた感じ。アシューできるだわ。そうなんですよね。こっちで流そうか。ウォーキングデッド私見ましたよ。うん、私は流してあげるよ。ん、あ、本当ですか。うん、しょうがないから。フリーのやつで流してほしいです。なんでフリーって。著作権フリー。じゃあ私が流してくれたらいいかもしれない。ね、バチェラー見てますかって。な？見てない。何それ。私も全然分からない。でも友達がバチェラーに出てて。あ、なんか言ってたね、それも、うん。あの子が。著作空権フリー。何の話？全然違うから、やめて。あんまとないって感じ。アジーカさんの髪色真似したいです。え、してよ。全然。アムスって感じ。すごい、むずらけしてるんです、ね。影元アムスとか言ってから、超もう、ね、すんごい絡まりまくって、もうやばいね。山間みたいな。わざとこういう髪型にした人みたいな。私もなんかいいな、意外と10-0分けいけてます。全然いけてる。ほら、アシューさんとっても綺麗って言われてるじゃん。アシューさんがギャルイだって。やっぱマミがメイクする。ホラク。何ホラク YouTube ホラク YouTube いつ上がりますかって。今月中には上がりますよ。もう今月終わるけど。え、今月もう終わるの。もうだって今いつですか。今何、16でしょ。まだ全然終わんないじゃん。もう終わるよ。あと15日間もあるんだよ。もう年の瀬って言うんですよ、これ。そうなんだ。私は酔っ払っても変わんないですよ、うん、変わんないですよ。変わんないですね。なんかよく喋る。この時間が幸せだっていいですね。ね、嬉しい。ありがとう、みんな。
作ってくれてた。ずっと、すっごい忘れがちなの。忘れがちよ。なんて言ったらいいの。忘れ、忘れっぽい。忘れっぽい、うん。そう、基本的に全然覚えてないよね。本当に覚えてない。これは本当に私の周りの全ての人間が被害に遭ってるから。本当にそう。私はみんな被害届出したらすごいことになるよ。そう。私がいつもマミーが落としてるどんぐり拾ってるから。2022年の抱負は何ですか？来年22年。今21ですよ。今2021年なんだ。だから10-0分けが違和感でしたね。21年間みんなより先に進んでた。未来の人なのかな？未来の人だったから私。難しいな。皆さんよかったらパージっていう映画見てください。パージやめな。サイコパスの映画進めるの。サイコパスじゃないよ。パージはサイコパスじゃない。本当にこの今の世の中のこのコロナの現状が、ね、そうそうそう、すっごく見てほしい。パージっていう映画4部作になってるんですけど、まあ最後の4のやつかな。見てほしい。本当にマミにも見てほしい。見てほしい。本当に見てほしい。本当にこうなんだろう。明日仕事なのにさ、これをさ仕事場で見られたら怒られそうだ。明日仕事前。いやでも言うてもこれももう、もう仕事みたいな趣味みたいなもんだから。いや、まあ、趣味通り越してみんなの愛用になってるよね。みんなの愛が出てきてる。本当に。パージすごいですよね。見ましたか？パージはもう一言で言うと、パージは一言で言うと、うん、これって世の中こう動いてるのかも、コロナってこうなってんのかな、世の中ってこういう風に動いてるのかもって思うやつ。まあでもそのね、あれは人それぞれだから。そうだから見る人によっては全然受け取り方は違うけど、私はそういう風に受け取った。だからすごく怖くなった。ホラーじゃないですけど全然。私は先日車で買い物に行ったことを忘れて帰り電車で帰ってきました。だってやばくないですか。素晴らしい。私と対話あるね、これは。うん、いい勝負だ。パージより2人見てる方が楽しいだってマミ。さすがだね。やばい、見てくれてるよ。そうでしょ。もう。結構こまめに見た方がいいよ。30分に行ったら、本当に30分に行ったら、いろんなもん持って帰れるから、うん、私のお気に入りのマスク。パージ見てみるね。見てみてください、ぜひ。おすすめのマスカラ、何ですかって。あ、おすすめのマスカラ、クリニックよ。言っちゃった。まあ、でもそれも YouTube で、動画で、今日撮影したやつでマミが紹介してくれてるので。アンジェリカさん、アシューさん、どこで洋服買ってますか？いや、私どこで買ってんだろう。なんか最近全然買い物行ってない。確かに全く行ってない買い物なんて、かわいそうにマミ。さっきのワード思い出しちゃった。あれだから、あれだから、あ、そうそうそう、あれだからね。子供たちのクリスマスプレゼント決まってるよ。決まってるらしいです。なんでマスクの匂い嗅いだ？いや、なんかちょっと今下に落ちちゃってて。いいの？そう、ワンちゃんのハウスに入った、なんか謎にこう、あったから、どんな匂いするんだろうと思って。おすすめのオーバーパーカーないですか？なんだろうね。パーカー、でも私パーカー好きなんですけど、このパーカーマジで大好きです。このユニクロなんですけど、これ可愛いんですよ。アロマだですって。でもアロマ何が好きかな。マスクって落ち着く。フランキンセンス。はい。フランキンセンス。フランキンセンス。合ってますそれ。でも今日マミのなんかこう信じられないですよね。私の言ってることが全て、うん、マインドコントロールだから。
受験勉強ですって。あ、勉強してくれません。中3か。他に何かしたいことがあるんじゃない？逆に？うん、もしかしたら本人もっとしたいことがあるのかもしれないから、そっちを伸ばしてあげたら？でも、だって勉強だけが全てじゃないから。でも受験、高校は、そうだ、受験しないと、推薦とかじゃなかったら、一般的にはね。そもそも高校に行く意味が彼女が分かんないかもしれないじゃん。うん。彼女が高校に行く意味を見出せてない理由をまず彼女から聞いた方がいいよね。なぜそう思うのか、高校に行かなくてもいいなって思っちゃってる理由を知った方がいいんじゃない？確かに今12月で勉強しないってだいぶ結構キツキツですね。だって、試験って2月とかですよね。わかんないけど。パーカーのサイズ、これマミ、ちょっと何て書いてありますこれ。パーカーのサイズ。ちょっと見て。XL。XL です。でもこれ。ああ。レディース？リサップ大好きだよ。あのうち、なんだっけ、ハンドウォッシャーのイソップ、うん。かわいいよね、このパーカーね。生地とかもなんか。これめっちゃいいですよね。この、うん、本当にそう、生地がいいんですよ。なんかこう、なんかウェットスーツみたいな感じ。もう終わったね、その話は。何が？あ、ウェットスーツみたいな感じ？うん、そんな感じする。バッグのお酒のボトルが、あ、これ？これか。コアントロ？コアントロの話？コアントロは、マルガリータ？マルゲリータ？どっちだ？マルガリータじゃないですか。マルゲリータってピザじゃない？そっか。マルガリータを作る、あれ、マルガリータが大好きで、テキーラと、あの、コアントロと、あと、レモンを入れて、うん、そう。死ぬやつだ。マルガリータを作るの。私は。夏とかね。冬はあんまり飲まない。夏飲んだ、私、ここでマミーの。2杯飲んでも死んだもん。私のマルガリータ超美味しいでしょ。美味しかったけど、私が作るフローズンマルガリータは本当に美味しいの。ミキサーかけてやったやつですよね。そう。すっごい美味しかったけど、すっごいもうこうなったもん。お酒とお酒だからね。うん。王子やパワーパトロール見てないですか？見てない、パワーパトね。パワーパトロール超可愛くないですか？可愛いよね。たまに見るんですけど。なんかそれこそさ、王子と少しロサンゼルスにいた時があって、有名なんだ。2ヶ月間ぐらい、パウパトがずっとやっててさ、カートゥーンとかそっち系のやつで。そうなんだ。でも全然もう、あの子はね、なんだっけ、Go Go Power Ranger ってやつが好きだった。めっちゃ歌うまい。ははっ。Go Go Power Ranger が好きで、それを見て、あ、なんかこういうちょっとヒーローレンジャー系が、じゃヒーローものが好きなんだと思って、うん、日本に帰ってきて、うん、あの仮面ライダー見せたら仮面ライダーにハマったんだけど、うん、もう仮面ライダーと同時進行ぐらいでやっぱスパイダーマンもハマって、仮面ライダー熱はもうすぐ下がったけど、スパイダーマンも上がっていく一方で、すぐでしたね、上がっていく一方すぎて、今日の、王子の今日の王子の、帰り、スクールをお迎えに行ったんですよ。で、たまたまあのスクールのバッグの中に王子があのスパイダーマンのユニフォームを入れてたみたいで、いきなりもう着替えるって言い出して、これで帰ったからね、家まで。やばくないですか？靴も見て、靴もスパイダーマン、全身スパイダーマン。なんならリュックもスパイダーマンですもんね。そうだよ、リュックもスパイダーマン。そうでしょ、個性がすごすぎて強めなんです、この子。ちょっともう自分のキャラがそういう子です、うちの子。いや、この写真見て。ね、もう、なんだろう、この辺イラッとする。私、目がちょっと。やばいやばい。瞳孔開いてそうだもん。本当にウケる。マミ、今眠いですか？うん、全然眠くないよ。なんか前に比べたら眠くないですよね。全然平気。今日のおつまみ。まったりしゃべってるから。もう、ろれつが回ってない。なんかないかな。まだ、いまだにマミーに。YouTube の編集大変ですか？だって。大変ですか？本当ないよね。3分ぐらいで仕上げてるよね。うん、かかっても本当3分30秒ぐらいだよ。大変じゃないですよ。別にあの好きなんで、編集が。え？
え？もう終わった。そうなの？アンジーカさんの誕生日の動画、あーごめんなさい、今年は撮らなかったんですよ。そう、ごめんね、なんかね、結構今年は、まあ、ちょっとこうコロナが少し緩和されたりとかっていうのもあって、ね、少しちょっとこう人数もね、うん、あの増やしたんだよね、少し。去年は本当もう身内だけで、うん、うちうちだけでやったからね、あれだったんだけど、やっぱ映りたくない人とかも、うん、いたりとかして。おでこアップで見たいな、私の。もうここ、どうぞ。ここだけでずっと喋ってあげようか。でも、マミおでこ綺麗ですよね。ね、たまにめっちゃ DM とかであれだよ。なんか前髪、なんだっけ、髪の毛を縛ってると、どんどんおでこがなんか、あの、剥げていってる気がするんで、結ばないでほしいです。とか。なんで、そんなこと言われても。いいの。宮崎に来る予定はないですか？行きたい。全然行きたい。てかもうなんか仕事でいろいろ行きたいな、地方とか。明日からはね、広島行くんだ、実は。うん。明日から。ビール飽きないです、私は。カリフォルニアから応援します。嬉しい。日本はね、今ね、10時40分。11時、うん、11時までだね。うん。今日は。ですね。好きな男性芸能人は、昔はキアヌ・リーブスが好きだったな。あ、意外と渋いですね。マトリックスのせいでね。あ、うん、日本人だったら、日本の男性だったら、いや、いないんだよな。本当に昔だよ。もともとで小学生の頃はキンキキッズのファンだった。どうもと剛さんね。そう、剛さんの方、高一さんじゃない方。ああ、はいはい、歌がすっごい上手い。そう。でも本当に部屋中、小学校の頃、あの天井まで全部どうもと剛さんだった。へえ。わあって。意外。めっちゃ意外。もうどうもと剛さんと結婚することしか考えてなかった。すごいな。でもそういう感じじゃない？なんかもう小学校、中学校の時のさ、うん、この芸能界の人に対するそのなんか、ファンになっちゃう、うん、なんか熱い思いって、もうそんな感じじゃん。うん、だからもう明星とかも、もう本当明星？そうだよ、明星なんて毎月買ってたよ。明星なんてもう、剛さんだけ切り抜いて、剛さんのとこだけ、もう剛さんしかいらないみたいな。明星、私もめっちゃ見てました。私、赤根自身派なんで。ああ、だから世代がそもそも違うもん。あ、まあ確かに。だってもう赤西じいさんとかは、どっちかって言ったとしても、結構ほら、高校生になるとき、中学校3年生とか、もうちょっと後か、カトゥーン。あ、まあでもそのぐらいです。カトゥーンだよね。そう。カトゥーンだよね。カトゥーンさんとかはだってもう、私も結構もう大人になっちゃってるから、そもそもなんかそういう、なんだろう、私も芸能界の仕事しちゃったから、そういう対象じゃないよね。そうか。どっちかって言うともうなんかそういう人たちがいるなみたいな感じで、うん、なんかその好きみたいな、そういうんじゃない、うん、もうなんか小学校の頃だったから、あ、もうすっごいかっこいい、すごいみたいな。あ、小学校の時かないな。うん、そうそう、うん、だからそもそもちょっと世代が違うもんね。確かに 10個ぐらい違うじゃん。え、私36だよ。まあそうか、約10個ぐらいか。うん、赤石ファンでしょ。赤石かっこいいんですよ。大体これでもう世代がわかるじゃん。うん、確かに赤い自身が好きってことはそっち系ですもんね。うん。でも赤い自身が好きだったっていうか、私なりたいと思ったんですよね。あ、かっこいいよね、すごいね。うん、今ああいう人になりたいって。かっこいいよね。なんかキャーみたいな黄色い歓声の方じゃなくて、どうやったらこんなに色気が出るんだっていう、そっちの目でずっと見てた。あと私はその後はもうどっちかっていうと超渋い路線に走って。誰ですか？もう舘ひろしさんとか。あ、かっこいい。舘ひろしね。舘ひろしね。とか、あの、高橋克典さんとか。ああ、結構渋いな。なんか、ああいう感じの、ちょっと、かなり演技派ですね。あの、ちょっとおじさまっぽいっていうか、うん、ほんとイケメンおじさまみたいな感じの方が、好きになっちゃった。舘ひろしかっこいいな。自分もさ、どんどんほら、年が老けていくじゃない、うん、だからなんか、やっぱりこうさ、自然とすごくかっこいいなって思う人たちってやっぱり年下だったりするから可愛いなと思っちゃう。可愛いになりますよね。確かに。なんかどっちかっていうと年が自分が上になっていくと、うん、なんかかっこいいと思う人たちもすごく年齢がボンと上がったよね、うん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 、急にドンって。
田千尋氏はかっこいい。ごめんなさい。下ネタやん。本当にやめてください。ダメだから、そんなこと言ったら。下ネタやん。あ、反町さん、私大好き。反町さんとかも通った。もう超かっこいい。GTO、ね。なんだっけ、GTO。うん、GTO じゃない、GTO の前だよ。え、じゃあわかんないし、GTO だったから。GTO の前に全然ある。名前忘れた。たえ、なんだろう、あれね、海のやつ。ああ。あ、名前忘れた。竹。もう一人出てますよね。竹野内豊。そう、竹野内豊さん。あ、竹野内豊かっこいい。超かっこいい。ね、さっきから呼び捨てやめてくんない？さん。いや、さんつけてちゃんと。様がいい。怒るよ、本当に。そんなに好きなんだ。で、私もだって、道端アンジェリカって言われたら、もうでも平気だな。いいんかい。意外と平気だな。竹野内豊さんが見てるかもしれない。もしかしたら。たつひろし。たつひろしさん見てるかもしれない。さんが見てる。あ、ビーチボーイズだ。そう、ビーチボーイズ。ああ、私再放送でしか見たことないな、夏休みの。うん、もうビーチボーイズとかもがっつり世代だもん。へえ。でもあれ面白いんですよ。え、広末涼子さん出てるんですか？違う？あ、ちょっとね、あ、違う、友坂理恵さんじゃない？友坂理恵さん。ビーチボーイズ。広末、え？涼子さん出てなかったっけ？出てたか。広末涼子さんと友坂理恵さん。友坂理恵さん。友坂理恵さんいますよね。渡部篤郎好き。男性のひげは好きですか？大好きです。え、私ひげない方がいい。てかそもそもひげがない人だよ。じゃあ、もう好きになった男が好きなのよ、みんな。ちょっと取りてきますわ。あ、ほら、広末さん。ああ、そうだ、本当だ。ダブジネとロンバケ最高、うずむいいね。え、僕は死にませんは何ですか？ 101 回目のプロポーズ。最高だよね、あんなのさ、もう今は、なんか、ないかな、ああいうドラマ。そうか。なんかでもさ、私多分なんとなくなんか勝手な私の解釈だよ。韓国ドラマのすごいいいとこってなんか101回目のプロポーズっぽいじゃん。なんかこうなんかベタですよね。そう、なんか言いたいことわかる。わかります。でもいいのあれで、うん、その好きですよね、それでいいの。それでいいんだ。なんかなんか結末と次の、まあ、こう来るんだろうなって見えちゃうのが好きじゃない。いいのそれで、はい、もう見えて、しかもそれがすごいハッピーそうだからいいの。トッケビとかもよく分かんなかった。トッケビあるじゃないですか。あ、もうトッケビとか最高。あれ刺さってるんですよね。もうそこもそこじゃないから問題は。まずもうそこがもうそのなんか剣が刺さってるとかどっていうことはどうでもいいの。まずあのコンユとあの女の子、あの人かっこいいですよね。コンユとあの女の子のあの愛、愛の深さの話だから、トッケビはそもそもが。あの、剣が抜けるか抜けないとか、そういう問題で一切、剣が刺さったまま生きてるとか、そういう話は一回置いとくの。そう。楽しみ方が違うんですよね。違う。違う違う。やつらのあの、愛の深さの話をしてる。ほら、トッケビ大好きって。私、本当に心地いいって、韓国ドラマ流れてること多いですけど、一向にハマらないですよね、私。絶対ハマらない。あの、シャーロック・ホームズがいいですよ、シャーロック・ホームズ。だベネディクト・カンバーバッチが好きです、私。何の話してんのか全然わかんないけど。あ、シュウさんにトイレ行かせてあげて。行ってきます。ん？息子さん未来脱毛させますか？ああ、でも三角関係、記憶喪失多いね。確かに。え、息子さん未来脱毛させますかってどういうことだろう。男性が脱毛してる人が多いから。実質いつならトイレ行けるんですか？何が？トイレ行かないの？ずっともじもじしてる。ずっともじもじしてる。え、なんですか？男性が三角関係？男性が三角関係どういうことですか？違う。男性の、あ、じゃあ息子さん、将来脱毛させますか？まあ、男性でも脱毛してる方多いですからね。うん、私は全然別に、本人のもう自由が一番だよ。うん、自分がやりたいことをやってほしい。うん、私は。でもどうしよう、王子が二十歳ぐらいになって、めっちゃダンディーになってから。え？王子が。なってるかと。ハサミ。エステとで医療脱毛、どちらがおす、でも、あの、医療脱毛は高いし、ちょっと痛いですけど、医療脱毛の方が時間がかからないです。お手洗い行きます。なので、あの、私は医療脱毛の方がいいんじゃないかなって思う。短時間で終わるしね、痛いけど。あと、効くから、めちゃくちゃ。普段から王子と社長って呼んでますか？
もうトイレ行っておいで早く。マジでトイレ行ってきますわ。普段から王子と社長って呼んでた。今なんか足が落下したの。大丈夫ですか？とか、ボイス見てください。怖くてトラウマになったのをおすすめするの？あ、松田ズームの近くにコツがあります。え？お二人のおすすめファンデーション。私はセルボーグが好き。でも、肌がそんなに弱くなくて、強いんだったらアルマーニもめっちゃいい。アルマーニはすごくいいよ。あとセルボーグもめっちゃいい。あとは、粉だったらスリーが好き。スリーのお粉が好き。スリーの、なんか、クリアのお粉があるんだけど、それが好き。期間。コメント読まれて、私も椅子から転げ落ちましたね。いや、本当に落ちちゃった、今。足組もうと思ったら。ああ面白い。今彼氏いますか？恋してますかって聞かれてるよ。いますよ。え、私にマミーじゃなくて私ですか？私はだって2人いるもん。まあ、確かに彼氏、確かに王子がね2人いるから。うん、彼氏2人いるから。2人いる。3人でしょ。誰？本命と王子と社長入れて。あ、今、こうちゃんだったんだけど。あ、そっちか。そうだ、王子と社長も入れて。4人だ。小さい彼氏かわいい。でしょ？そう。皆さんは恋してるんですか？僕も彼氏になりたいです。って来てる。僕も彼氏になりたいです。あ、面白い。皆さんは世界一かっこいい女性、道端アンジェリカ。ああって、途切れてます？電波が悪くなったのは私だけですか？嘘。本当ですか？まあでもそろそろか。私もお世話になりました。私もお世話になりました。みちょぱって可愛いですよね。途切れてるのかな。うん、みんな可愛いよ。生きてる人たち全員、世界中にいる女の子たちも男性もみんな可愛くてかっこいいと思います。動いてる動いてる。え、途切れてるの？動いてますよ。え、途切れてるの？動いてますよ。ほら、動いてる動いてる。ほら、動いてる動いてる。ほら、動いてる。ちょっとうるさいな、自分。声が聞こえません。え、聞こえますよ、私。自分の今 iPhone で聞いてるんですけど。ほら。聞こえます。ほら、聞こえます。どんな感じですか？聞こえます。どんな感じですか？聞こえます。うるさいね。面白いよね、アッシュって。治りました。治りました。よかったです。一瞬悪かっただけだね、さっき。じゃあ。ね、眠いのかな、母は。全然、眠くないよ。途切れてる。でも、11時で今日はクローズするので、ちょっと途切れライブでいいですか？聞こえます。だからあれですね。もしかしたら人によるのかもしれないですね。私も聞こえてるんですよ。今自分の携帯で見てみてるんですけど。あ、そんなことはどうでもいいじゃない。言ってる言ってる言ってる。静かにさせてよ。そんなことどうでもいいみたいなんで。そんなことどうでもいい。今は本当に。間違いなく聞こえてます。ほら。どうでもいいねよ、そんなこと。またライブ見たいです。またライブするよ。年内にもう一回やれたらいいですね。ごくって。年内にできたらいいですね。そんな日ある？だから今年もありがとうっていうね、ちゃんとしたやつ。あ、まあでも27、28、29のどれかだったらいける気がするな。
このでも次の日はなんかもういろいろ死んでそうだから、こっちかこっちだ。夜がいいんですもんね。28か29のどちらかにやります。そうだね。入り直したら戻っただって。あ、多分見る人があれだったのかな。じゃあ年内ラストは27か28にやります。また。何やマミーの子、詰まってます。あの、またマミーのストーリーで、あの、告知いたしますので。あ、広島に来たら、ぜひ行ってほしいところがありましたって。どこですか？うん。明日広島行くんだ。マミ明日広島行っちゃうんですよ。そうなの、お仕事で。行っちゃうの。今日は私はあのワンちゃんをマミと一緒にお迎えに来ても、マミと一緒にマミにお迎え来てもらって、私は今日は今日こそはお泊まりです。音楽がないだけでこんなに寂しいですね。なんで寂しいの、うん、何が寂しいの。もういいや、全然寂しくないマミ。マミ 半分切れてるけど、ね、うん、私こうやってみんなのコメントこうやって見てるだけで無言でずっと入れるもん。うん、そっか。じゃああと5分6分ぐらいなんで、なんか最後どうぞください。たつひろし。ね、やめなさい本当に。書いてあるから。いける。ほら寂しくないですって。うん。音楽がなくても寂しい。あ、本当ですか。私だけだよ。私は常に音楽。すごいね。だってうちで掃除するときとかも最初に絶対曲とか流したがあるし、うん、私とか全然静かで、もう静かな方がむしろ集中できていい。いや、私絶対家でも何するときにも絶対流す。広島でやりたいです。あれ、何でしたっけ？さっきの広島に行ったら、あの、行ってほしい場所。ね、明日はベビーシッターですか？そうですね。頑張ります。ミカって言ってください。ん？ミカって言ってください。え、ミカさん。ピース、ラブピース。ピ。ちょっともうこれ古いらしいんですよ。知ってます？古くないから。テレビで。BTS もやってたから。あ、じゃあ大丈夫だ。BTS がやってたら大丈夫だから絶対。そうなんだ。BTS は流行ってるんだ。え、今最先端じゃないの？いや、わかんない。でもマイケル・ジャクソンだから。ウケる？山口にも来てください。私の実家が山口にあるんですよ。お父さんの。ハギ、ハギです、ハギ。ハギ？ハギ。ほら、もみじまんじゅう。うん、もみじまんじゅう。ピッ。ピッ、ピッ。もみじまんじゅうね。何？アンジェリカさん、まつげ羨ましい。まつげ美容液使ってますか？使ってたの一時期。でもなんか最近、なんか放置。え、まつげ美容液って何ですか？まつげ美容液すると、まつげが育つんですか？そうだよ。へぇ。一個ずつしか食べないんだよ。何なの？明日、撮影があるからむくんじゃん。なんか言ってますよ。牡蠣美味しいですよ。私牡蠣苦手なんですよ。何が？あ、広島ね。そうだね。牡蠣だ。牡蠣。牡蠣持って帰れ。持って帰れるか。冷凍になっちゃうかもしれない。ね、とかあの缶とかだよね。缶詰とかね。サバ飯で有名な平野ってところかなりおすすめなんで、ぜひ行ってみてください。ねえ。了解です。広島か。あれ？何で行くんですか？新幹線で行くんですか？うん。教えな。でも品川、何でもないけど、行くんだから、新幹線か。教えないよ、そんなの。教えないって。なんで？車で行くかもしれない。教えられないんでしょ。そっか。車か。また音が。1個食べたい。ほら、言った。絶対食べるって。マグロ食べたい。なぜ？今日食べないとこれ絶対美味しくないもん。明日食べようとしてんの？うん、残りを、うん。刺身で謝んな。食べる。ほら、さっき私は絶対食べないけどねって言ったけど、私は絶対マミ食べるって言ったら食べるじゃん。激辛つけ麺食べてくださいのだって。え、広島のですか？食べたい。あと2分、そう、あと2分ですよ。うん。美味しいですね、ここの。そのシャキシャキするもの食べたんですか？あ、妻か。うん。
うん、ボーノ。長野は来たことありますか？長野、私、何回かしか行ったことないな、長野。長野行ったことあるよ。ほうとうって、あ、山梨か。アンジー、ラブ。ありがとうございます。私もみんなラブ。こうじゃないんだ。L-O-V-E、ラブリー、プッチモニーだ。プッチモニーは知ってます？知ってる、もちろん。モーニング娘。とか世代だもん。二人は喧嘩しますか？もう、四六時中喧嘩してますよ。そうだよ。バチバチに。毎日喧嘩だよ。毎日喧嘩します。またインスタライブ楽しみにします。二人とも大好きです。うん、嬉しいね。ありがとう。あれ？お母さん？うすってるからしーって。あ、11時になった。あら。じゃあ、皆さん、マミ、終わりますよ。うん、はい。え？まさかの、まさかのサイレントバイバイ？また食べるって言われてる。本当ですよね。さっき食べないって言ってたのに。皆さんありがとうございました。受けるね。また年内に1回できたら、うん、あのマミーの。するする。なんだっけ ?27 か28、ね、28か29だ。か、水、どちらかにできたら、そうだね、あのストーリーで告知あのさせていただくので、うん、あのマミーのインスタグラムチェックしてください。絶対見ます、はい。おやすみなさい。ありがとうございます。楽しかったです。バイバイ。おやすみなさい。うん、優しいみんな。I love you。ありがとうございました。こんな夜分遅くにありがとうございます。みんなまたね。バイバイ。おやすみなさい。